皆様こんにちは。見てるやつ。今日は朝日さんが、はい、遊びに来てくれたんで。ありがとう。お邪魔してます。息子がいてうるさいかもしれないんですけど、ゆるく動画を撮りたいと思います。はい、お願いします。お願いします。パチ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 。今日は私のチャンネルでは、朝日さんに普通に聞きたいなって思ってる質問を。うわー、なんだろう。何も聞かされてないんだよね、まだ。どんな質問が来るんだろう。そう、5つ用意してるんで、はい、その質問に答えてもらいたいと思います。わかりました。はい、頑張ります。はい、お願いします。1つ目、はい、もう普通に聞きたいんですけど、最近一番使ってるとかではなくて、ベスコスとかではなくて、トータルで一番使ってる愛用ファンデーションが知りたいです。トータルで、そう、トータルでやっぱ結局これなんか一番使ってるかなっていう愛用ファンデーションが知りたい。なんかリニューアルしてしまったんだけど、あのアディクションの、なんだっけ、スキンファンデーションだっけ、わかる、なんか紹介してたの見たかも。そう、あれはもう結構しょっちゅう使っちゃってるかも。ああ、そうなんや。本当だったら、あのもうリニューアルしちゃったら、みんなのためにはあまりならない、そうですよね。だけど、でもなんだかんだ使って動画にも出しちゃったりしてるし、そうリニューアル前のものが好きやから、リニューアル後がまだ使ったことなくて、なるほど、わからないんだけど、なんかね、こうさらっとしたテクスチャーで結構薄付きなんだけど、こうムラとか隠してくれて、こうパキパキにならないっていうのかな、出力が高いみたいにならない、そうなるほどっていう感じのが好きで使ってます。結構なんか薄付きなイメージですよね。薄付きサラ感、そうで季節関係なく結構つけれるから、夏場もつけてるし、冬場もつけてたね。何使ってんだっけ。私はいろいろ、この時期、いや、そう、あ、春はめっちゃ毎年荒れてたんですけど、今はあの生理来てないんで、まだ、ああ、なるほど、そう、荒れなくて、あ、いいんだ、結構今何でもいける。だってめっちゃ綺麗だもん。いや、何でもいけるんだ。今何でも結構いけるんですよね。じゃあ試せるね、いろいろ。そうなんですよ、そう。で、なんか昔はずっとパウダーファンデーション派やってるんですけど、ミネラルファンデーションとか使ってるイメージ。最近そのリキッドもいろいろ使ってて、今年の冬は多かったんですけど、やっぱり最近またパウダーに戻ってきたんですよ。ああ、パウダーになんか乾燥しない、乾燥するっていうか、なんか、あ、乾燥肌じゃないからいけるんかな。ああ、なるほど、馴染むのか。なんか結局一番崩れへんくてラック。ああ、確かに。去年本当に久しぶりにパウダーファンデーション久しぶりに使い出したら、やっぱ楽だなって思った。そうですよね、楽。子供いるからやっぱり特にちょっと戻っちゃったら、めっちゃ楽と思って。確かに、そうなんですよね。頑張ってメイクしなきゃいけない。そうなんですよ。はい、自分のメイクでここだけは譲れないっていう箇所、一箇所しかもう急いでてメイクできないっていう時とか、ここだけは譲れないっていう箇所が知りたい。やっぱ眉毛かな。眉毛なんや。なんか結構メイクしていただく機会とかもあるんだけど、私この下の方毛がねないから結構かき足してるんだけど、やっぱメイクさんとかそれを分からなくて、その私の眉の形に沿って描いてもらっちゃうことが多いんだけど、そうすると全然この眉毛でかなり印象違うから、そこはなんか自分で描きたいなっていつも思っちゃったりする。なるほどね。そこさえなんかいつも通り描けたら結構いつも通りの顔になるんだけど、かなり変わるなって眉毛で思う。そうなんや、意外やったからちょっと嬉しいかも。本当に、いや、なんか、ま、でも普段メイクするときに、ここだけはってなったら、やっぱりこうクマがあるから、クマを隠したいってなるけど、やっぱ人にやってもらうと結構違いが出るのが。めっちゃわかります。眉毛はすごい違いが出るから。メイク以外で美容のために心がけてることが知りたい。メイク以外で言うと、最近は本当にちょっとサボっちゃってたんだけども、体を動かすことは結構、めっちゃすごい。お母さんなんかさ、多分私がたまに運動するのと
もうえらい違いなぐらい毎日運動してると思うんだけど。いやそんな、なんか抱っこして家事してるぐらいなんで腰が痛いだけで、うん、そのなんか全然美容じゃなくてなんか逆になんかがっちりしていくっていうか、あそう安定感が、そうだね、安定感が出てくる。だからなんか、うんうん、今皆さんやってて羨ましくて、うん、なんかパーソナルトレーナーとかつけて、うん、そう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 言ってる、すごいやりたいけど、うん、今は無理やけど、まあね、もうちょっと大きくなってからとかもね、うん、やるとしてもね、そう、うん、すごい、あダメだよ。運動はやっぱしてないと下がってこない、うん、肉がなんかもともと下がってたからちょっと分かんない。いや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 、そんなことないよ。いやいや下がってくるともう全部が下がってくる、おっぱいも下がってくる。あでも引き締まったことがないんですよ私は、あの、うん、筋肉がないからなんかもともと引き締まってないからなんか下がってくる感覚とかもあんまり分かってないから、あなるほどね、ちゃんとやらないとって感じです。いやでもね、うん、本当に真面目にできないから、うん、すぐもう食べるの大好きだからそれだけはやめたくなくて、そこで調節する人もいるかもしれないけど、うん、それがもう好きなように食べたいから、うん、もうそうなるともう運動しかないっていう感じになっちゃうな。レストとかもそんなに行かないし、うんうんうん、でつい昨日までね、あのジュースクレンズ、うん、さっきも話したけどジュースクレンズしてて、それは結構こう腸内環境がリセットされるから、うん、確かに良かったなとは思う。やってみたいけどちょっともう不安すぎて、うん、いやもう私2日間無理だなと思った。 できて1日かなと思って。また動画にされるんですか？撮ったの、あ楽しみにしてます。だいぶ長い動画になりそうな気がするけど、うん、2日プラス今日1日の回復食まで撮ってる。あすごい、そうそうそう、本当にリアルタイムに昨日終わったばかりなんですね。そうで今日朝会食、え会食じゃなくて会食、回復食、そう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 、だからもうその動画をぜひチェックしてください。ああざんます、ありがとうございます。はい、絶対に欠かせないこれだけは持ち歩いてるコスメ、なんか不安、これがないと不安みたいなコスメ。それはブランド、それともプロダクト、プロダクト、あ両方、両方両方、これ このブランドのこれとか、うん、私なんかお化粧直しのポーチとか全然持ち歩いてなくて、リップさえあればいい人だから、もう自動的にリップになっちゃう。何回も使ったけど、あのアディクションじゃない、アディクションじゃない、ディオール、ディオール、うん、いいですよねあれね、うんうん、逆にいやリップもあれやけど、でもファンデーションかもしれない。えそんな直す、なんかファンデーションと、リップと両方持ち歩くんですけど、うん、でもどっちかだけって言われたら不安要素として大きいのはファンデーションから、そのずっと長時間出かけて夜もそのままご飯に行くとかなんかあったら、確かに確かに、そういう時にやっぱりパウダーファンデーションやとちょっとこう抑えて、そんな全部取らないですけど、うんうん、ちょっと抑え、気になる箇所だけ抑えてってできるから、うんうん、両方大事やけど、うん、どっちかやったらファンデーションかな、うん、確かにパウダーファンデーション楽だよね、うん、そういう時そうなんですよね、ちょっと直してお直しにすごく便利、もともと唇の色ある人 あんまり ないかもしれない、めっちゃ顔色悪くなる、顔色悪くなるから、うんうん、リップも持ち歩きたいけど、うんうん、って感じですか、ね、なるほどなるほど、はい、一番好きなコスメブランドは何ですか、難しいですよね、めっちゃ難しいと思って、難しい鼻かゆいな、鼻かゆいの、鼻かゆい、鼻かゆくてブーってやるのかな、いやー難しいな、難しい、難しいですよね。でも今現在、うん、そのポーチに入っているコスメで多いのはアディクションかも、そのファンデーションと、あとアイシャドウ、うんがやっぱメインで使ってて、うんうんうん、アイシャドウに関しては本当にずっと使ってるから、うんうんうん、そうなるのかな。でも逆にそれ以外そんなにアディクション使ったことなかったりするもの、うん、によってやっぱブランドって使い分けたりとか、うんうん、しますよね、うん、するから。でもファンデーションは結構大きいですよね、大きい ねやっぱなんかずっと使っちゃうじゃん、うんうんうん、ね、それはあるかな。でも最近気づいたのが、うん、そのアディクションのファンデーションにすごい近いなと思ったのが、うん、あのニックスが再来日した、うん、ニックスのドロップファンデーションっていうね、なんか美容液みたいな形してるやつがあって、それもすごい水っぽくってテクスチャーがめちゃくちゃ似てるなと思って、
それもじゃあ使っていってって感じですね。そうそうそう、もしかしたら変わるかもしれない。そう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 、うんうん、まあ、ただね、なんかガラスの瓶に入ってるから持ち歩きとかになるとちょっと違ったりするんだけど、うん、あ、うん、それはね確かに大きいじゃん。確かに確かに、うん、重いとかちょっとの重さでもさ、やっぱコスメってすごい重量感になるから、まとめると、そう確かに、どうでしょうか。はい、ありがとうございました。全部なんか全て、うん、聞きたいぐらいでも本当に私聞きたいこと聞けて、多分私聞きたいから視聴者さんも聞きたいかなと思ったんで、うん、ちょっとゆるい動画でしたけど、はい、聞けてよかったです。個人的にもありがとうございます。はい、朝日さんの方の動画では、私のポーチの中身もご紹介、うん、この後ご紹介する予定です。楽しみ人のポーチって本当に楽しいよね。わかります。でも、うん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 、はい、楽しみにしててください。はい、そっちの方もぜひ見てください。はい、はい、最後までご視聴ありがとうございます。また次回のビデオでお会いしましょう。さよなら、バイバイ。バイバイ。できんな、すぐできんな。パチパチしてたね、最近。